やっと新居に身を落ち着けることができました。どうも、新刊斎藤です。ということで、皆さん昨日は生配信お付き合いいただきありがとうございました。昨日はね、もう本当今朝マットレスを出してね、まあ粗大ゴミで出してっていう感じだったんで、それしかなかったんですけど、まあ部屋でゴロゴロしながらね、飯でも食ってっていう感じだったんですが、まあさすがにちょっと寂しかったんでね、生配信して皆さんにちょっとお付き合いいただきたいなと、僕寂しがり屋なんでね、はい、ちょっとお付き合いいただきありがとうございました。そんな感じで、まあ無事もう今日から完全に新居にお引越しなんですけれども、果たしてあの家にお化けはいたのかというのをちょっと徹底検証してまいりました。はい、というのもですね、あの家実は怪奇現象がちょこちょこと起こっていたんですよ。はい、まあ以前ね、インスタライブをしていた時によく一時インスタライブをいっぱいやってたんですけど、なんかね、女性の声が入って、それをみんなにコメントでバーって言っていただいて、あれと思いながら、それ保存してちょっと残して後で確認しようと思ったら保存できなかったりとか、そう、あれ保存できなかったんですよとかね、あとラップ現象がちょっと一部したりとか、まあそういうことがあったりとか、あとちょっと別の階段もあるんですよ。階段というか怖い感じのこともあったんで、その辺についてもちょっとお話しできればいいなと思いますんで、まあ家を最後にレポートしてきたんで、のんびりとしたレポートにはなるし、ちょっとね、申し訳ないのが電気がもう止まってしまってるんで、非常に暗いんですよ、中が。なんでちょっと映像暗いと思うんですが、よければ僕が過ごした家どんな家だったのかなって気になる方はね、見てみてはいかがでしょうか。それでいきましょう、レッツゴー。はい、ということで今更ですが、ルームツアーみたいなことをやっていけたらいいなというふうに思います。果たして僕の家で怪奇現象が起きた場所はどこなのか、そしてうちには霊がいたのかどうかお話ししたいと思います。行ってみましょう。ここが玄関です。もう何にもないですね。引っ越す準備が整っているので何もないです。靴箱がね、でかいんですよ。1、2個とこっちも全部靴箱なんで、いわゆる玄関に物が置けるようなところが何もないので、でかい靴箱と、そして隣がこちらが、まあ、脱衣所と、そしてお風呂ですね。はい、もう電気はつかないです。なんで、まあ、まるで事故物件のようになっていますが、完全に脱衣所です。もう昨日風呂入ったんでちょっと水濡れてますけど、はい、ここに洗濯機がありましたね。これからちょっと掃除します。はい、これが洗面台ですね。まあここでは特に怪奇現象は起きてないです。中もちゃんと抜いてありますね。いろいろ全部空っぽにしてあります。洗面所はこんな感じです。まあ水場に出るってよく言うんですけど、特に出なかったですね。でお手洗いです。お手洗いはよいしょ、こんな感じ。まあ、真っ暗なんでね、お化け出そうな雰囲気はあるんですけど、トイレもまあ特に出ることはなかったですね。電話したりとかね、した時に音が途切れたりしたことはあったかなって感じですが、特に何も感じたことはないです。うちのメインの部屋にね、行ってみましょう。はい、ニコ生を見ている人にとってはここが一番おなじみの部屋ではないかなと思います。ちょっと声が響いてますが、今シャッター閉めてるんでね、外が分かんないように。これがうちの部屋です。ここにテレビがもともとあって、で、こっちがメインの、まあ、今ですね、リビングになるかなと思います。カウンターキッチンがあって、広々としててすごくいい場所ですね。で、配信とか、ここでよくやったりとかしてました。テーブルがここにあってね。はい。で、ここのカウンターキッチンなんですが、ここで、まあよく、ちょっと、ご飯を作りながらインスタライブとかをやってたんですけど、あれすいません、ちょっと最後のゴミがあるんですけど、っていう時に、実はね、ここでインスタライブをやった時に怪奇現象が起きました。まあここでこちらをバックにご飯を作ったりとかしながら、まあこっちでね作ってて、でこういう角度で写してた時に、ちょっと怪奇現象が起きたりしました。まあちょっと外カメなんであれですけど、だからここですね、もうちょっと照明とか何もつかないんですけど、ここで照明つけて、でここでご飯を作りながら、まあ、インカメでやってた感じですね。だからこういう感じですね。はい、
まあ、この状態でインスタライブをまあ縦向きの画面でやっていた時に女の人の声が後ろから入ったっていうのが昔あって、でこれがねアーカイブ残そうと思って確か消えちゃったんですよね。はい、なんでまあ未だに予約がちょっとついた音声が入ったのがこの場所になります。はい、まあでも今特に何も入ってないんじゃないかなというふうに思います。で実際に霊はいたのかどうかという話なんですが、おそらくはそこのまあ背面にいた、まあこの通路にいたんじゃないかなというふうに僕も後ろに気配を感じたんで、まあ外側ではなくそこの辺にいたんじゃないかなという気配はありますが、実際にまあ目視することはできなかったんで生き霊的なものかもしれないです。はい、ということで、ここがクローゼットですね。はい、まあ、もう特に何も入ってないんですけど、ここもまあ特に安全大丈夫、何もないところです。それでは2階へ行ってみましょう。2階です。なんでこっち寝室だったんですよ。で寝室もねよくインスタライブとかをやってたんですけど、景色見るとベランダになってて、ここはもう外洗濯物干すとこなんですけど、まあここは特にね何も起きたことないかなというふうに思いますね。いいところでした。クローゼットもね広々としててめちゃめちゃいい感じです。まああまり怖いことはここでは起きなかったんですけれども、そうね、言うことは特にない部屋だったかなと思います。いい部屋でした。さあそして反対側、ここも同じくこっちがベランダになっていて、ここがクローゼットになっているんですが、ここですね、ここも非常にいい部屋、僕の書斎、まあ、YouTube を基本ここで撮っていたんですが、ロフトがあるんですよ。でね、ロフトからね少し嫌な気配がするっていう風にまあ知人に言われたことはありまして、家に来た時にね、でそうかなと僕自身は感じなかったんですが、実際にまあ霊感のある知人の娘さんが、まあ小さいお子さんなんですけど、うちに来た時にあの家の中にね入ってな追いかけっこみたいなことをしてたんですけど、この部屋に入ろうとした時だけ嫌だって言って出てったんですよ。だからね、まあ、なんか感じたのかなと。子供ってそういうの多感じゃないですか、大人より。だから子供だからなんか感じたのかなと思うと、ちょっとこの部屋はそれからね、まあ、僕が言うのもなんなんですけど怖く感じたり時期もありましたね。はい、まあ、今も別に何もないんですけど、でクローゼットですね。そんなところですね。まあ基本的にはすごく住みやすくていい部屋でした。で階段降りまして、でこちらが玄関になって終了ですね。はい、ということで、まあ僕がまあ住ましていただいた家のレポートでございました。最後のね、いかがでしたでしょうか。皆さんの目には何か映りましたかね。まあ、僕は実際レポートしていて、あの怪奇現象、女性の声が入った場所っていうのはその場には何かいたわけではなく、まあ、実際いれば見えるんで、見えなかったって考えると何かしらの生き霊的なものの声だったのかなというふうに思い、そしてまあ2階に上がった時のね、ちょっと女の子がこの部屋入りたくないって言った場所があって、そこに関してはまあちょっとおっかないかなっていう感じはしたんですけど、でもそれもね晩年っつっても後半なんですけど、その女の子が怖いって言ったのも今年の初めの方の話だったので、後半はねもう全然何とも思わなかったんですよ。当時は僕もちょっと怖いと思ったんですけど、あの部屋をね。でも、途中から何もいなくなり、今はすごくクリーンな状態ですね。はい、もう何にもお化けも何もいないし、まあもし次巡り合う方がいたとしても安心して住んでいい家なんじゃないかなと、心霊的にね、他のことについてはよくわかんないけど、心霊的に安心していい家なんじゃないかなというふうに思います。たくさん思い出も作らせていただきました。ニコ生の配信をやったりとかね、まあいろんな人とご飯食ったり、芸人仲間とご飯食ったりとかね、友達とご飯食べたりとかもしたし、家族で過ごしたりもしたし、何よりニコ生の配信はね、あの家に引っ越してから結構気合を入れ始めましたからね、その毎週毎週やっていた思い出が一番強いかななんていうふうにも感じますし、あとはトリオを今組んでるんですけど、そのトリオの YouTube をこれからねスタートさせるんですけど、そのスタートする YouTube の、初めの方の撮影もあの家で行っているんで、まあ
初めの方で、ね、僕も YouTube 見てて懐かしいなーなんて感じたりするんだろうなというふうに思います。はい。まあ、とにかく思い出いっぱいくれたあの素敵なお家に本当に感謝しかありません。次も素敵な方が住んでくれることを祈っております。僕はちょっと短いお付き合いになっちゃいましたけれども、決して家そのものがなんか悪いとか不便とかそういうこととは全然ないので、ただ僕の職業からというか職場的にちょっと遠いなっていうのがあったんで、いろいろ込みして鑑みた結果、まあ引っ越そうかなっていう感じに僕は結論として至ったというだけなので、うん、別に何も悪いところがあるとかではありません。逆にこういう配信をしているので怪奇現象よ起きてくれてありがとう。そして今何もいなくなってくれてありがとう。本当に最後の最後まで感謝しかございませんでした。またこの新居でもね、素敵な人生が送れるようにこれからも一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、というわけでこれからは完全にこの背景、まあもしかしたらちょっと画角変えたりとかいろいろ工夫したりとか、部屋の様子もまだ荷物が全然そのまとまってる状態なので、変わっていくとは思うんですけれども、あ、この家での撮影に完全に切り替わると思いますので、今後とも皆さんぜひぜひお付き合いくださいませ。ということでこれからもよろしくお願いします。皆さん僕と一緒に素敵な生きるライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。